刺繍の大変硬い帯を使用しております。でここで2回巻いて帯を交差しまして、はい、ここで止めておきます。はい、ここから左の方を、はい、ちょっとしっかり引きます。はい、三重の紐を置きまして、はい、この紐を結びましたら前の方で、はい、よく引いて帯幅の中心になるまでしっかり下ろします。そうしますと、はい、お客様の負担にかかりませんので、はい、次この垂れ元を左にこのように開きましたら、はい、左の片山より 2,3 センチ長めに取りまして、はい、こちらの方も、ね、はい、長めに取って、はい、この端をここの背中心まで戻します。はい、戻したところにクリップをしまして、はい、ここ、はい、ここ真半分に折りましたら、はい、このように4枚に折りまして、はい、このクリップをそこで留め直しますと、はい、このような感じになりますので、はい、これを、はい、三重紐の、はい、下から上に上げまして、はい、ここで、はい、このようにまっすぐ上げまして、はい、肩にかけます。はい、その中心のクリップをここに留めます。はい、ここはまっすぐに上がります。そうしましたらこの状態で、はい、際を、はい、このように開きます。はい、こんな状態で、はい、このようにこう開きますと、はい、硬い帯はできるだけこう平らにしまして、帯があまり重ならない状態を作りますので、はい、この状態作りましたら、はい、この中心手が測っておきます。はい、ここにクリップをちょっと印つけます。この状態で、はい、左の方布目を通すにはこのようにまっすぐに持っていきませんと、はい、帯が曲がりますので、この縁きれいに伸ばします。はい、こちらの方も、はい、裏側きれいに伸ばしまして、はい、この状態で、はい、まあ、半分に一度折りましたら、はい、掴んだこの手のところで、はい、3センチぐらいのところで、はい、このように開きまして、はい、両端を、はい、上にこのように折ります。はい、折って両端を広げますと、はい、ここで2本一緒にかけます。帯が硬いので1本ですと広がってしまいますので、はい、最初にここで2本かけておきます。はい、そうしましたら、はい、上に上げた中心を、はい、真ん中にずらさぬように、はい、きちっと直しまして、裏側をしっかり伸ばしまして、上に半分に折りましたら、はい、布目を通して、はい、下をしっかりと、はい、手のひら中に、はい、中心入れ込みまして、はい、ここで上から、はい、このように押さえまして、はい、この端を、はい、このように、はい、折り上げます。はい、これができましたら、はい、この1本を下に下ろします。はい、それでこの羽を、はい、ここで下の方で、
はい、きれいに。はい、このように伸ばして、はい、この中心を、はい、上に引き上げるようにして折り込んで、はい、この形が、はい、しっかりできましたら、はい、この中心を、はい、手前に敷いて、ここに緩みを作っておきます。ここに枕をしますので、はい、このひだは、はい、かなり硬くて厚みがありますから、はい、クリップをしっかり使って、はい、このひだが伸びないように、はい、引いて、はい、ここの中心で一つこのようにタックを取って倒しておきます。はい、ここに、はい、枕を乗せて、しっかり枕で押さえますと、はい、これで羽が固定します。はい、そうしましたら、はい、この上の羽を、はい、下にこのように最終的に下ろしますので、はい、ここは止めておきます。はい、先にこの手先を上に持ち上げまして、はい、このように3枚の、はい、羽を作りましたら、はい、ここで2枚にして、ここに、はい、輪ゴムをします。はい、この裏はここで折って、この一部からを作ります。はい、そうしましたら3本目の紐に入れますので、作りましたら、はい、ここは背中につく方はこのままで、はい、手前の方だけこのように折りまして、はい、これを下に下ろします。はい、そうしましたら、はい、中心ぐらいから、はい、垂れ先をこのように開きまして、はい、ここに、はい、帯締めをしますので、はい、ここで折りましたら、枕の先ほどのこの塊の中の部分をくるむようにして、はい、斜めに持っていって、しましたら、はい、こちらの方だけ、はい、上に少し折り込んで、はい、下ろします。はい、こんな感じで、はい、後からこの先を上に畳んであげる感じになりますので、はい、こちらの方だけで、
ところから、はい、外側だけを返して、この鼻の上に下ろします。はい、必ず折り線をきれいにつけませんと帯が浮いてきますので、はい、裏側の布目をしっかり下ろして、はい、折り目をきちんとつけます。はい、柔らかな丸いひだで、はい、可愛らしさを出します。はい、同じ縦矢でも、はい、ひだの取り方一つで、はい、かなり柔らかさが出てくると思います。